ブリニオールは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、バール圏のコミューン。ブリニオールは、プロバンサル語で、オック語のスタンダード・ミストラル方言でブリニオール、オック語古典式では、ブリンホラとなる。プロヴァンス・ベルト地域にあり、プロヴァンス博の都市に次ぐバール圏中央部の都市である。かつてボーキサイト鉱山のあった土地にあり、カラミ川の平野に位置する。 中世には高品質のプラムの生産地とされていたが、16世紀のヨグノー戦争で数千本の木が倒された。以後、ブリニョールのプラムと名付けられているものは D ニュサンとなっている。A8 道路と N7 道路が通っているため、1時間以内に自動車でマルセイユやエクスアンプロバンス、トゥーロンへ行くことが可能である。ブリニョール・ヤルバルの山のオ根には、 新石器時代のドルメンが残っており、古くから人が定住していた。ブリニョールの名が初めて公文書に記されたのは、キルデベル島の検証が出された558年で、ある。サンピエールに近いカストラム・ブリノには、サラセン人襲撃が起きると人々が避難する場所だった。1056年、ブリニョール領主は、マルセイユのサンベクトル修道院にサンジャン教会を与えた。 11世紀に幾度か町と荘園の領主が変わった。11世紀、ラセルがブリニョールから独立したコミューンとなった。1116年、バルセロナ博及びプロバンス博のラモンバランゲ三3世は修道士と領主の争いの裁判のためにブリニョールへやってきた。12世紀のブリニョールは市民の中から選ばれたコンシュラが治め、1222年に レーモン・ベランジ4世に廃止されるまで続いた。ベアトリス・ド・サボワは、息子の承諾を得て亡くなるまでブリニョールを治めた。ブリニョール領主であった、代々のプロバンス博たちは、ブリニョールに多くの邸宅や土地を所有していた。プロバンス博妃は、ブリニョールで幸運だ。13世紀半ば、ナポリオーで、プロバンス博のシャルルは、非、マリア・ドゥンゲリアと共に、ブリニョールの古城に暮らした。 1498年、プロヴァンス白領はフランス王国へ併合された。1502年、プロヴァンス高等法院の初めての会合がブリニョールの伯爵宮殿で開催された。1506年、プロヴァンス高等法院のメンバーは国士病の流行から逃れるためエクスからブリニョールへ避難した。1563年8月、ブリニョールにユグノー軍が侵攻した。 1921年より、プロバンスワインの見本市が、毎年4月第2週に開催されることになった。1975年、ブリニョールは再び県の郡庁所在地となった。ワイン生産と第三次産業が主体である。ありがとうございます。